ですね、グラフトネットワークの授業を始めていきます。で、今、コメントが画面の中流れているかもしれませんけども、コメントスクリーンが使えますけども、先着50人まで、一応今無料のものを使ってまして、無料のものは50人までなんですけども、e-learning センターの方で、今、ライセンスを契約しているようで、そちらを今申請しているので、まあ、それが、うまくいけば、人数関係なく使えるようになると思うので、まあ、ちょっと、それまではちょっと50人だけという形で我慢していただくということになります。よろしくお願いします。コメントスクリーンの使い方、もしわかんない人は、今、先ほどチャットの方にリンク貼りましたけども、それにアクセスしていただくと、なんかまあ、ブラウザーか何か開くと思うので、そこで今、いただいているようなリアクションとか、あと文字も打ち込めます。だから入力フィールドがあると思うので、そこに打ってもらえれば、そこで皆さんコメントできるというような感じになります。それでですね、よろしくお願いします。それで、今日は何をするかっていうと、今日は0回目なんですね。まあ、1回目とは呼ばずに0回目と言っております。なぜかというと、まあ、今日はあんまり内容のことはしなくて、で、この授業をどのようにその半年間進めていくのかということを、まずご紹介します。でですね、はい、この授業の概要なんですけども、まず主題は、離散最適化の入門として次を解説するというですね。離散最適化の入門として次を解説する。で、何かというと、一つはグラフとネットワークを用いた数理モデル化というものです。まあ、数理モデル化って言葉を今まで聞いたことがあるかないかということは、まあ、人によると思うんですけども、まあ、数学を使って現実世界、まあ、あるいは仮想世界の問題を解決したいということですね。で、そのためには、その問題をですね、数学の言葉で言い換える必要があって、まあ、その言い換えのことを、まあ、モデル化と。まあ、言い換えというか、まあ、言い表すということをしていて、まあ、それをモデル化と言っているということですね。で、二つ目。アルゴリズム的解法の背後になる強いですね。皆さん、そのアルゴリズムを作るとか、アルゴリズムに関して、まあ、勉強するということはあると思うんですけども、アルゴリズムっていうのは、なんかまあ適当に作るとできるってものじゃないんですね。で、まずそれを理解してほしいということです。だからその背後には、まあ、数理というものがあって、それを理解してほしいというのが、この講義の主題の二つ目です。で、一応ですね、キャッチフレーズ、本当の離散数学はここから始まる。ちょっと言い方がいけませんけども、皆さんですね、まあ、一類の人は1年生の後学期で離散数学という授業があって、まあ、それは必修なんですけども、皆さんは受けてきてると思うわけですね。ですが、残念ながらですね、離散数学という授業でやってることはですね、離散数学じゃないんですね。まあ、どちらかというと、数学、なんだろうな、名前もつけず数学の基礎というか、もう離散数学の前段階ぐらいのところなんですよ。だからその離散数学っていうものがあって、まあ、それの、まあ、教科書とかがあるとすると、で、全部でまあ10章ぐらいあるとしますね、離散数学の教科書が。で、それのまあ第1章が、その離散数学という授業をやってることで、それは、だから、ほとんど、離散数学に入ってないんですね。で、まあ、この授業をやると、まあ、その離散数学の本の3、4、5章ぐらいはいけるという感じの気分になってます。まあ、今、半分誇張がありますので、あんまり真に受けないでほしいんですけども、まあ、そういう形ですね。で、ですから、まあ、そういう形でもっと離散数学みたいなものに、親しんでいこうということになります。質問があったらいつでもそのコメントの方、あるいはチャットで、書いていただいて大丈夫です。はい。で、達成目標ですね。これができるようになってほしいというのが4つあります。で、1つは、グラフやネットワークに関する用語を正しく使うことができるということです。まあ、これ重要ですね。用語を正しく使うということができないと、他の人とですね、そのグラフやネットワークに関するコミュニケーションができなくなります。で、そういうことはですね、よくあるんですね。で、それは、正しく用語を使うということが、まず大前提になっているので、それができるということが重要です。で、二つ目ですね。現実世界の諸問題をグラフやネットワークで表現し、数理モデルを構築できる。まあ、これはですね、割と高尚な達成目標で、まあ、これができると、まあ、皆さん割と素晴らしいということになるんですけども、まあ、この一端をこの授業ではご紹介して、それができるようになってほしいということになります。で、3番目ですね。アルゴリズム的解法の背後にある数理、特に最小最大定理の
重要性を説明でき、それを用いて最適性の証明ができる。ここでですね、重要な概念っていうのが突然出てきて、この最小最大定理という用語です。これ用語、専門用語なんですけども、これがその最適化と呼ばれるもの。調べますね、最適化と呼ばれるもの。最適化と呼ばれるものの中で非常に重要な役割を果たします。で、これを理解してほしいということです。で、なぜこれを理解してほしいかというと、それがこの最適性の証明というものに関わってくるからです。最適性の証明というのは何なのかってことは、この授業の中で説明することになるんですけども、この最適化っていうものは、なんか良くしたいってことをするわけですね。良くしたい。できるだけ良くしたい。でも、できるだけ良くしたいっていうことには限界があるかもしれないわけです。これ以上良くできませんよと。例えばその100メートルをですね、人類が今その9.9秒台で、走ることができて、どんどん速くなっていくかもしれませんけども、じゃあ人類はですね、8秒台で100メートル走れるのかっていうと、よくわかんないわけですよね。で、どこに限界があるのかもよくわかんない。あるいはもう走れないってわかってるかもしれませんけども、そういうその限界っていうのをちゃんと定めるっていうのが、この最適性の証明っていうところで出てきます。で、それが重要な考え方になります。で、それがちゃんとできるようになるということですね。それが3番目です。で、4番目。グラフとネットワークに関する簡単な数学的事実を証明できる。ですね、上にも証明があって、それも証明なんですけども、証明をするっていうのは技術なんですね。皆さんが身につけておかなくてはならない技術です。で、それがちゃんとできるようになってほしい。で、証明って聞くと、なんかこう、難しいなっていうふうなイメージを持つかもしれませんけども、これは技術なので、これができるようになってもらわないと困るわけですね。だから、今までそういうことを避けてきたかもしれません、皆さんは。だけども、それできるようになってほしいというわけです。なんでかというと、ここでそのアルゴリズムとかですね、最適化とかって言ってるんですけども、皆さんが今後やらなくちゃいけないのは、どこかにあるアルゴリズムとか、そのプログラムとかソフトウェアを引っ張ってきて何かするってことだけじゃなくて、それらを使って何か新しいものを作るとか、新しいことを行おうとか、そういうことなんですね。で、新しいことを行おうとしたら、思ったら、それに伴ういろいろな数学的な事実を証明したり、その背後にある数学的な構造とか、数学的なですね、知見っていうのをうまく使っていかなくちゃいけないことになるわけです。で、そういうことの練習として、この授業があると思ってください。はい。で、これが概要です。もう7分ぐらい喋ってしまいました。ちょっとこんなに喋る気がなかったんですけど、いいですか？はい。それで、どんな問題を扱うのか。先ほどの現実世界の問題を扱うと言ってたんですけども、そのようなものの、ちょっといくつかの例を挙げてみます。これはですね、有償可能性の判定っていう例。これ、後の授業で扱います。どういうものか。で、これはですね、MLB ですね。メジャーリーグベースボールですね。だからアメリカの大リーグ。もうアメリカンリーグ東地区で1996年8月30日金曜日に実際に起こったことです。起こったことっていうか、その時の、この、なんていうんですかね。これは、今、星取り表っていう日本語が思い浮かんだんですけども、星取り表っていうのは相撲で使う言葉なので、野球に対してこれ何て言うのかがちょっとわかんないんですけど、これ何て言うんですか？野球に対しては。何でしょうね、これ。これ表ですね。だから勝ち負けを表している表なんですけども、ここにはですね、この東地区には、アメリカンリーグ東地区には5チームあります。ニューヨークヤンキース、ボルチモア・オリオールズ、ボストン・レッドソックスですね。で、トロント・ブルージェイズ、なるほど。で、デトロイト・タイガースですね。今ないチームもありますけども、あると思いますけども、この5チームがいまして、5チームがこのような、何勝何敗っていう記録を今まで残していると。で、これらのチームは残り試合、こんだけあるわけですね。例えば、ニューヨークヤンキースは残り28試合あると。トロントブルージェイズは27試合あるというわけですね。で、その時に、この右に書いたのは何かっていうと、どのチームとこの残り試合対戦するのかということが書いています。例えば、ニューヨークヤンキースに対しては、ボルチモアと残り3試合、ボストンと8試合、トロントと7試合、デトロイトと3試合、で、他地区と7試合。他地区っていうのは、日本のプロ野球でいう、交流戦みたいなものですね。あ、この、他の4チーム以外のチームと対戦するというのは7個あります。というわけです。で、全部で3たす8たす7たす3たす7って28ですね。合ってますね。ですね。っていうのが、他の4チームに対してもあります。で、今ですね、この勝ち数を見てみると、このデトロイトっていうのは49勝しかしてなくて、最下位なわけですね。勝ち数で見ると一番
下にいるというわけです。じゃあ、今このですね、8月30日の時点で、まあ、残りこんなに試合があるんだけども、この時点で優勝可能性判定もあります。デトロイトはまだこの東地区で優勝可能かどうかってことを判定したいですね。よく日本でも、まあ、日本だけではないですけど、マジックナンバーとかってありますよね。まあ、マジックナンバーってどちらかというと、この1位のチームがあと何、どれだけ優勝に近いかってことを表すような、まあ、番号というか数値ですけども、まあ、それと逆のようなことをしていて、最下位のチームは、まだ優勝できますかということを聞いている。だから優勝可能かどうか聞いているので、イエスかノーで、まあ、答えるわけですね。で、これ考えたいわけです。で、そこ、考えることは言わないんですけども、これは実はですね、おっと、しまった、何か。もう一回。あれなんかボケた。なんかボケてますね。ちょっと待ってくださいね。これボケてますよね、今。あ、これボケてますね。これどうやって、これどう頑張ってもボケてますね。すいません。これはボケてますね。じゃあ、ボケてるので、口で言うと、ですね。ボケてます、ボケてます。ボケてますよ、ね。私もなんか今、別の、iPad とかでモニタリングしながらやってるんですけど、iPad の方ボケてたんで、ボケてますよね。ですね、なんだっけ。これはですね、実は最大流問題。書きましょう、ね。最大流という考え方を使うと、実はこの問題解けます。なんかその最大流問題というそのグラフの問題があるんですけども、それだと、それとしてモデル化することによってこの問題を解くことができるってことを、まあ、授業の中で紹介します。だからですね、これはなんかその一見このグラフもネットワークも何も関係ないの問題なんですけども、こういうものはネットワークとかグラフを使ってモデル化できるってことが重要なんですね。で、そういうことができるようになってほしいということになるわけです。で、これはまあそういうものの典型的な問題です。典型的っていうのはそのグラフやネットワークに一見何にも似つかないんだけども、に使わしくないんだけども、実はそのグラフやネットワークの考え方を使って解ける問題です。で、二つ目、やっぱり解けてますね。二つ目、これですね。センサーネットワークにおける通信。まあ、センサーネットワークってのは実はですね、そのグラフやネットワークっていうものが出てくる場面で、最近、顕著に研究されているものです。で、これ一個一個、まあ、ルーターだと思ってください。で、なんか例えばこういうのがなんかその地面にばらまかれていると思ってください。で、まあ、近い者同士が通信できるとすると、その通信可能な、ルーター同士の間になんか進む人、こういうものができるんですね。まあ、これいわゆるネットワークになるわけですけども、じゃあこういうネットワークがあったときに、どのようにルーティング経路を設定するとよいのかと。まあ、その、ルーティングの仕方とかっていうのは皆さん、コンピュータネットワークっていう授業があって、取ってる人はそこで勉強してるかもしれませんけども、まあ、いろんな方法があって、まあ、その時には、このネットワークの中のなんか一部分を取ったりとか、ってことを実際に行うわけですね。つまり、一個一個のルーターに対して、どっちにこの、この、なんだろう、パケットとか、オフの方がいうことをこう決めるわけですけども、まあ、例えばですね、まあ、こういうネットワークとかは十分ですとわかります。これ今、その、点線のところは無視して、太線のところだけ持ってきましょうということをします。で、これだけ持ってくから十分で何でかっていうと、この、今、太線に沿って、どこからどこへも通信ができるからです。例えば、今、赤く丸で囲った、ルーターがあるんですけども、ここから他のルーター全体に対してなんか一斉送信、ブロードキャストしたいとしますよね。で、そうすると、まあ、この黒い線に沿って、情報を送れますと。まあ、送るように、まあ、うまくそのルーティングの方式を定める必要がありますけども、まあ、こういう方式があります。で、他のルーターから、例えば今丸で囲んだ左から3つ目のルーターに対しても、ここから他のルーターに情報を送りたいとしたら、まあ、この太い線に沿って送ってあげればよいということになります。でそうすると、まあ、こういうその選び方ですね。経路の選び方というか、まあ、この黒い太線の選び方、どのように行えばよいのかということが、まあ、問題になるわけです。でこういうのはですね、いわゆる、まあ、連結性とか全域機器というような、概念に結びついてきます。まあ、連結性というのは、この講義のことの方でやりますけども、こういうようなその通信はですね、ロバストに眼見に、故障に対して強く行うにはどうしたらいいかという話の時に連結性という概念、連結性とか連結度という度合いですね、というのが出てきます。はい。三つ目の例ですね。これトランプマジックと行々しく言ってますけども、今ここにはですね、いわゆるトランプの52枚が無造作に並べられています。無造作です。無造作ですね。で、
これ皆さんもやってみていただくといいんですけども、これ無造作に並べられていて、4列ですね。それその4行かな。4行13列。13列に並べられています。でそうするとですね、これ無造作に並べられていて、本当に何も考えなく、C がなく、まあ、ランダムと言ってもいいかもしれませんけども、まあ、2に並べられています。でそうするとですね、各列から一つうまくカードを選ぶことで、エースから2,3,4,5,6,7,8,9,10、ジャック、クイーン、キングというものを1枚ずつ選ぶことができるということが言えます。何言ってるかわかんないですね。この例の場合は、例えば、まあ、このように、カードを選んであげると、エース、2,3,4,5,6,7,8,9,10、ジャック、クイーン、キングと、1枚ずつ選べました。ということですね。もう一度言うと、これどのように、はじめに、この、4×13 の形にしても、これができます。うまく各列から1枚ずつ選んで、エースからキングまでが1枚ずつ選ばれるようにできます。これ素晴らしいです。これ皆さん、ぜひ、自分でもやってみてください。割と驚くかもしれないというか、まあ、驚くかどうか別にして、本当にできます。どのようにやってもできます。で、これは実はですね、マッチングというグラフの考え方を使うと、これも証明できます。まあ、しかもですね、まあ、そのマッチングというものに対してアルゴリズムを使うと、どのように選べばよいのかという、その選び方まで教えてくれます。はい。まあ、こういう例も、まあ、これも授業で扱います。どうやってやるか。はい。で、4つ目の例ですね。コンパイラにおけるレジスタ割合って、なんかいきなり硬い例ができましたけども、これ何かというとですね、まあ、これ左側に書いてあるこの部分、これプログラムだと思ってください。なんだろうな、アセンブリゲームに書かれたプログラムだと思ってください。なんか始め、A という変数に2を代入して、次 B という変数に3を代入して、3行目、B に2を足して、また B に入れ直すわけ。そんな感じですね。もうこれその一直線にしか進んない、これループのない、プログラムですけど、まあ、こういうものがあるとしますね。で、今このプログラムが A と B と C と D っていう4つ変数を使っているんですね。しかしですね、残念ながら、今からこのプログラムを実行しようとしているプロセッサーにはですね、レジスターが2個しかないとしましょう。レジスターがですね、たくさんあれば、その一つ一つのレジスターに一つ一つの変数に対して違うレジスターを使えば、このプログラム実行できるんですけども、レジスターの数が少ないので、レジスターをですね、使い回す必要があるんですね。あ、今なんか、何気なくレジスターとか言ってますけども、わかりますか？大丈夫ですか？レジスターわかんないって人いますか？大丈夫ですか？なんかわかんない人はなんか涙を流すようなジェスチャーがあると思うんです。大丈夫ですか？いいですか？いいですね。レジスター、わかんないです。じゃあ、わかんない場合は、こういうふうに思ってほしいんですけども、今、このプログラムには4つ変数があるんだけども、実際今実行、今からこのプログラムを2つしか変数を使わないようなプログラムに書き直したい。で実際書き直したのが、これ右側なんですけども、これをどのようにやってるのかっていうことに説明しますね。で、ここはその R1 と R2 っていうか右側のプログラムでは R1 と R2 っていう2つの、変数しか使っていないんですけども、これどのようにやってるかというと、今ですね、この左側のプログラムだったら、この左側のプログラムの中で各変数がどこからどこまで使われているのかってことを書きます。で、それを書いたのがこの左から2番目のこの図です。例えば A という変数が1行目で使われていて、最後に使われるのはこの5行目です。から1から5までは、その A という変数は使われているというふうに見なします。で、B という変数は実はこの3行目でしか使われてないので、この、2行目と3行目でしか使われてないので、この2から3までというところで使われているというふうに見なしましょう。C という変数は4行目で初めて使われて、8行目で使われるので、4行目から8行目まで使われていると。D は同じように考えると、6から8まで使われているとしますね。で、こういう、その、どの、行で変数が使われているのかってことを見たら、この解析から、
右から二つ目になるような、こういう図を作ります。で、グラフなんですけども。これグラフなんですけども、グラフってこういうものなんですけども。で、何かというと、どういうふうにするかというと、ですね、A と B っていうのは、この、使われている量に重なりを持っています。重なりを持っています。A と B、これ線で結びます。A と C も、その4行目と5行目で重なりを持っているので、A と C に線で結びます。だけど、B と C は、重なりを持ってないので、線で結ばない。いいですか？そんな感じで、こういうグラフを作ります。で、今ですね、このグラフで着目してほしいのは、この A と D っていうのは今これ赤くしてますね。まあ、色見えるところ赤くしてます。で、B と C はこれ青くしてます。ちょっと色が見えない人のためにちょっと形変えますけども、A と D は、赤で、B と C は今青にしてですね、今四角で形変えて示しましたけど、こんな感じですね。で、実は、つまりこの B と C っていうのは、多分ですね、これ B と C、色が。B と C っていうのは、この区間が重なってないので、同じ変数を使って表しても問題がないんですよ。B を表す変数として、まあ、R2 っていうのをはじめ、ここで右のプログラムで使ってるんですけども、3行目が終わった時点で、この B の役割終わってるので、4行目の C として、この R2 という B で使っていた変数を使い回せます。で使い回しても全く同じ実行ができるわけです。なんでかというと、B と C は、この解析における重なりがないから。A と E も同じです。重なりがないから同じ変数を使い回せるということです。で、それで、この A と D に対しては、R1 という変数を新たに割り当て直して、B と C に対しては、R2 という変数を新たに割り当て直すことによって、この右側のプログラムができると。で、そうするともともと4つ変数を使っていたところが、2つだけしか変数を使わないようにできましたと。で、これでその変数の数を削減できるわけです。やりましたね、とですね。で、そうすると、まあ、そのレジスターって言葉は今は使わなかったんだけども、レジスターの言葉に戻すと、レジスターが2個しかないようなプロセッサーでもこのプログラム実行できます、ということになります。で、まあ、こういうのを、このコンパイラにおけるレジスター割り当てって言うんですけども、このレジスター割り当てっていうのはコンパイラ設計において非常に重要な問題でって、たくさん研究があるんですけども、そこでは、このグラフの彩色っていう考え方がよく使われています。まあ、このコンパイラの話をこの授業でするわけではないんですけども、まあ、この例題は、後で、授業の方でまた出てきます。いいでしょうか。で、次最後の例かな。やはり、ね、監視カメラの設置。これはですね、現実の、これは美術館かな？アートミュージアムです。美術館ですね。美術館ですね。で、美術館なんですけども、やっぱり美術館これ警備したいんですね。だから監視カメラ置くんですけども、どこに置けばよいでしょうということを考えることになりますよね。で、これはまあ大変な問題なわけです。で、その監視カメラを置くのも、お金かかるわけですね。全体を監視したいし、なおかつ、できるだけ使う監視カメラの数は少なくしたわけです。例えば、ここら辺に、ちょっと今色が見にくいかというか見ましょうか。色が変えられるんだってことを見せる。ここら辺に。カメラを置くと、まあ、ここら辺に見えます。この7番って部屋は全部見渡せるけども、しかも、ここら辺を通して、この6番の部屋のここら辺も見えます。ここら辺も見えます。2番の部屋のここら辺まで見えちゃう。こんな感じですね。っていう感じで、まあ、1箇所、そのカメラを置くと、いろんなところ見えるんですけども、じゃあこの、美術館全体を監視するのには、どこにカメラを何個置けば、くまなく監視できるでしょうか、ということを、まあ、問題にしたいわけですね。で、これはですね、まあ、これもまたその、よく研究されているテーマで、その、監視問題とか、これ自体は美術館問題と呼ばれることもあるんですけども、よく研究されている題材で、実はですね、これは、平面グラフっていう概念があるんですけども、それを使ってよく考えられています。まあ、これを使うと一部の問題は解決できます。そういう話も、この講義の最後の方で紹介したいと思います。で、まあ、こういうように、その一見ですね、そのグラフ関係ないかなっていう問題が、あまたたくさんあるんですけども、そういうのも実はグラフを使って解決できるんだっていうことが、この講義で伝えたいことの一つです。はい。で、こういうことをやっていきます。ここまでいいでしょうか。まあ、細かいことは今後の授業の中で説明するということになります。はい。ではですね、スケジュールを紹介しますけども、今日がこれガイダンスですね。で、ですね、
あとで、講義の進め方というか、授業の進め方言いますけども、基本的にオンデマンドです。だから今日はオンラインというか、リアルタイムでやってますけども、基本的に皆さんは、オンデマンドの、講義動画で授業を受けてください。で、まあ、一応その4月16日までに勉強したいっていうのが、第1回の部分という感じですね。で、そんな感じに、で、ずっと続いていって、ですね、終わらないけども、ですね、一応、講義15回、講義で授業15回だというと、今日0回目なので、第14回で終わるんですけど、14回目になるのが7月16日です。そうすると、まあ、やるかどうかわからない、オリンピックの前までに終わります、授業は。で、まあ、その、オリンピックやるかどうかわからない、オリンピックの後の8月13日も一応授業日になってるんですけども、この日は予備にしてあります。まあ、何かあった時に、やるかもしれませんけども、まあ、多分やらないと思いますし、やるとしても、まあ、オンデマンドの形になると思いますので、まあ、そのつもりでいってください。あ、もしかしたらやるかもしれない、8月13日は。という形になっています。はい。それで、情報ですね。教員は私です。岡本ですね。で、この講義には、ティーチングアシスタントの鈴木さんという方がいらっしゃいまして、で、例えばその研修とかあるんですけども、その時にも、指導をしてもらうということになります。で、講義資料は、一応、私のページでもありますし、Google Classroom から辿ることもできるようになってます。はい。で、このですね、ウェブの方ですね。こっちの方に大体講義資料は直接置かれることになって、で、それ、含めですね、こういうような、資料が置かれることになります。で、一つはスライドですね。今、この Zoom で投影しているの、これがスライドで、これがそのままこのページに置かれています。で、二つ目、印刷用スライド。今、この見せているスライドは、PDF になってて、1枚1枚1ページなんですけども、その8枚のスライドを1ページに収めて、もし印刷して持ち歩きたいという人がいたら、この印刷用スライドの方が、コンパクトにまとまっていいかなと思って用意しているものです。それが印刷用スライドです。で、3つ目、演習問題。これ後で説明します。で、用語一覧とか用語集とかって呼んでいるもの。で、5つ目、ジュピターノートブック。この授業の内容、皆さん、プログラムで実行できます。ですね。で、授業で使うのが、このスライドと演習問題だけです。他のものが自主用のものだと思ってください。だからこの、Jupyter Notebook のこの Python のプログラム置いてありますけども、これは授業では一切触れません。一切触れません。皆さんが実行したければ実行すれば良いし、実行したくなかったら全く開く必要も、ダウンロードする必要もありません。ありませんというか、まあ、ありませんですね。ありません。だからその、使ってみたいという人とかは、ぜひこれを参考にして、やってみてください。そうすれば、例えばですね、いろんな、その、なんだろうな、グラフとかネットワークの、に関するその計算とかっていうのを、割とこの、まあ、この Python で、自動的にというか、アルゴリズム作らずに自分でアルゴリズム作らずに、割と気軽にプログラミングできるので、試してみる価値はあるかもしれません。そういうのに興味がある人は、試してみる価値があると思います。それで、動画は2種類あって、1つはオンデマンド授業の動画です。今、この今日のリアルタイムの授業は録画してますけども、これは講義動画ではなくて、この下の復習動画っていう方になります。で、これは、講義が終わった後に、まあ、ちょっと、まあ、編集はしないけども、少し整えて、出します。でですね、ちょっと、まあ、説明の順番が悪かったですけども、だからオンデマンド授業、まあそうですね。これが、講義動画と復習動画がどういう関係なのかってことを説明するには、講義がどのようにできているのかってことをちゃんと説明する必要があって、それを先に言った方がいいですね。それがこれですね。皆さんには、フルで、この授業を受ける場合には、こういうふうにしてほしいというのがここに書いてあります。フルで、フルって完全にですね、完全に受ける場合はこれをしてほしい。で、授業時間まで、授業時間っていうのはこの金曜の3限の時間までに、このオンデマンドの講義動画を視聴してくださいことになります。で、視聴して質問やコメントを Google Classroom にフォームがあるので、そこに投稿してください。まあ、これは前日の21時まで、だから、木曜の夜9時までにやってください。で、もう一個、演習問題、先ほどあった、この紙の演習問題ですね。この中に授業内演習問題というのがあります。で、授業内演習問題というのは、授業内で考えて、欲しい問題なので、それについて、
あらかじめ考えておいてください。回答って、こうちょっと、多分感じが違いますね。回答を準備しておいてください。まあ、考えておいておいてくださいとなります。で、これが授業時間までにしてほしいこと。で、授業時間、つまり、この金曜の3限の時間ですね。この時間帯に、このリアルタイム授業が行われます。で、ここでは何をするかっていうと、このオンデマンドの講義動画の中で皆さんからあった質問に答えます。これが前半で行われるということです。ということですね。授業内容について質問討論を行う。ってことをまず前半にやります。で、この部分は先ほどのその復習動画として公開される部分になります。だからこの部分もある意味パブリックになります。あ、これ公開されるっていうのは、全世界に公開されます。はい。この、オンデマンド動画も全世界に公開されてますけども、この復習動画も全世界に公開されるので、まあ、そのつもりでいてください。はい。で、後半、このリアルタイムの後半、今日はやるんですけども、グループワークで授業内演習問題 に取り組みます。だから、後でですね、このグループというか、皆さんをいくつかのグループに分けて、そこで演習問題をやってもらうっていう、今日は練習をします。はい。で、次回からは、このオンデマンド授業の中の授業内演習問題を、やるという形になります。いいですか？で、授業が終わったら、他の演習問題があるので、それに取り組んでください。ということになります。で、取り組み方については、カメラはオフで大丈夫ですか？演習問題をするときには別にカメラ、どちらでも構いません。グループに分かれます。グループの中で決めてもらってもいいですけども、じゃあ基本はオフで大丈夫です。オンにしたかったらオンにしても構いません。はい。あ、でも、音声は、出してもらうことになると思います。そうすると、ちょっと、コミュニケーションが難しいので。はい。で、重要なのは、これですね。いずれにおいても、出席は取らないです。だから、今日、今、参加してもらってますけども、これ別に、どなたが参加していいと思って、出席も取りませんし、出席もつけてませんし、出席しても点になりません。出席点はありません。ゼロ点です。ゼロ点です。オンデマンド動画を視聴してもゼロ点です。このクラスルームに、質問投稿してもこれ0点です。何も点数になりません。けども、授業を余裕よく受けるためには、まあ、そういうことをちゃんとやってもらうことが重要なので、ぜひやってください。で、一方で、これ全部やるっていうのは辛いなっていう人もいると思うんですね。これすごく時間取ると思います。で、そういう場合は、まあ、オンデマンド動画を視聴するだけとか、オンデマンド動画を視聴してコメントを投稿して、質問の回答がどっかでリアルタイム授業でされてるんだけど、そのリアルタイム授業でされてる質問の回答を復習動画で見る。で、形でも構わないし、まあ、復習動画全然見ないで、オンデマンド動画だけ見るってことでもいいかもしれないし、もうその動画見ることすら嫌だっていう場合は、この、資料として置いてあるスライドを見るだけってことでも、まあ、授業を受けるってことはできます。授業を受けるというか、この後に言うその成績評価の対象にはなります。成績評価を受けるための、準備はできます。場合によってはもうこれ何も見ない。もうスライドも動画も何も見ないで、その成績評価を受けるっていうこともできます。それ、皆さん自分で、どのように受けるのかってことは、授業を受けるのかってことは考えてください。それをお任せします。私が何か強制することではない。ということになります。で、演習問題にはどういうものがあるかっていうと、先ほど言った、この授業内演習問題っていうのがありまして、これは先ほど言った通り、リアルタイム授業の後半で、グループワークで取り組んでもらうものになる。で、まあ、グループワークの時間限られるかもしれないので、前もって、この問題について考えてきてもらって、まあ、グループワークの時には、前もって考えてきた、その回答を、まあ、グループの中で検討し合うというようなことができればいいかなっていうふうに思ってます。で、その他の演習問題があります。それはですね、大きく分けて3つに分かれていて、復習問題、補足問題、追加問題というふうになっています。復習問題っていうのは、講義で取り上げた内容をそのまま反復しているものです。その講義の中で何かその定理とか命題を証明したら、その、命題を証明しなさいとかっていうのが、この復習問題として書かれていると思ってください。補足問題であるのは、講義では、まあ、こういうことが正しいですとか、こういうことが成り立ちますよっていうふうに言ったけども、まあ、その詳しいことを解説しなかったものを、この演習問題で皆さんに補足してほしいと。いうような意図で作られている問題です。で最後、追加問題ってあるのは、まあ、いわゆる演習問題で、どこにも、その講義の中でも特に説明もしなかったけども、まあ、関連している問題で、その講義の中の内容に関連しているものを挙げています。で、
この3つの中には、この復習問題、補足問題、追加問題の中には、発展問題というふうなラベルがついているものがあって、まあ、それは少し難しいかもしれないです。はい。で、こういうような演習問題があります。はい。で、演習問題、割と数があるので、全部やろうとも思わないでください。全部やるのもこれ大変です。ので、まあ、できるものだけやるとか、興味があるものだけやるとかっていうふうな形でもいいと思います。はい。で、演習問題の進み方がありますね。授業内問題はリアルタイム授業で扱いますから、まあ、そのように準備してきてください。で、それ以外は自習用です。ので、まあ、自分の時間でやってくださいと思います。で、自習用って言ってますけども、皆さん、互いに相談しながらやることを推奨します。しながら、取り組む、無が書けないな、ことを、推奨の章が書けないな。章はこうかな、こうかな、こうかな。水が違う気がするの。水合ってますか？ちょっと打ってみようかな。自分で打ってみればわかるんだけど。打ってみよう。推奨って。合ってます？推奨。まあ、こういう、遠隔の時期ではありますけども、皆さん、こういう、相談するような場があるといいなと思うので、ぜひ相談しながらこういう演習問題とかやってください。一人でやるっていうのは非常に辛いことで、あとこの演習問題も一人で考えてできるようには作ってないので、相談してやってください。はい。で、もう一つ注意ですね。模範回答のようなものは存在しない。これ重要です。これよく言われるんですけども、回答はありませんかとか、模範回答はありませんかとか。これはですね、二つの意味で間違っています。一つ目、私は皆さんの模範でも何もありません。そういうことは勘違いしないでください。だから、私がもし回答を持っていたとしても、それを模範だと思わないでください。だから自分なりの考えで、自分なりの回答を出すことが重要です。もちろん、その良い回答とかですね、悪い回答、正しくて、正しい回答であっても良い回答とか悪い回答っていうのはあるかもしれませんけども、まず初めに自分で考えるっていうのが一番重要です。一番重要です。で、自分で考えないと何も勉強になりません。私がもし回答を用意していたとしても、それを見ることでは何も勉強になりません。この後で、今日のその授業内演習問題ってやるんですけども、回答を聞くと、なんでこんな簡単なのかっていうふうに思うかもしれないけども、自分で考えると全然わかんないってことはあり得ます。だけども、考えることが重要なので、もう回答を見てしまったら、おしまいです。おしまいも、何も身につきません。何も身につきません。だから、そういう、回答がある、回答がないと勉強できないっていう、その姿勢がまず間違ってると思ってます。それが二つ目ですね。一つ目は模範であるっていうふうな考えが間違いってことと、回答があったら何も勉強になりませんっていうことですね。その二つ、肝に銘じてください。という考え で私は言います。はい。で、じゃあこの模範回答のようなものがなかったら、その、演習問題を取り組んでみて、本当に解けてるかどうかよくわかんないっていうふうに、まあ思うかもしれないので、そういう場合はですね、次のページ。そういう場合は、レポートの答案をレポートとして提出しても良いです。提出しても良いです。ですか？提出することは皆さんには許されています。ですか？で、レポートを提出したら、そのレポートに対して私がコメントをつけて返却します。これ返却します。ただし、このレポートっていうのは採点されません。だから、レポート出しても、演習問題としてレポートをつけても、それは0点です。プラス1にもマイナス1にもなりません。0点です。ただ単に皆さんが、取り組んだ、演習問題に対して私はコメントをするというだけのためのシステムです。ですか？そういうふうに思ってください。で、レポートには提出締め切りが各回に指定されてありますので、その締め切りまでに出してください。もう一度言いますけど、これはしても良いなので、皆さんレポート提出しなくてはならないっていうふうに、は思わないでください。ですか。これは、よく勘違いされるんですけども、ですか。皆さんは、する権利があります。で、提出しても0点、しなくても0点です。ですか。じゃあ、どのように成績がつくのかというと、成績は2回のレポート提出です。このレポートは、先ほど言った、演習問題のレポートとは違って、成績評価するためのレポートというのは別に2回あります。別に2回あります。ので、それは皆さん、提出しなければなりません。だから、これは提出しないと0点で、提出すると、提出して初めて点がつきます。
点がつくのはこの2回のレポートのみです。で、これは、まあ、期末と、まあ、中間に、まあ、中間ってどのあたりかわかりませんけど、まあ、5月か6月ぐらいにありまして、出題形式はもうすでに決まっています。演習問題と同じ形式の問題を1つのレポートに対して5題出題します。で、その5題のうち2題は、2台以上です。2台以上は、演習問題としてすでに提示したものと同じものが出てきます。ですか？で、1台10点で、5台のレポートが2回あるので全部で10台あって、1問10点だから全部100点満点。だからこのレポートの査点のみで成績がつきます。ということになります。ですね、これ以外の要素は成績を評価に考慮されない。ですね、だから、この2回のレポートさえ出してもらえれば成績がつきます。次で成績が何かしらの点がつきます。それ以外のこと、授業に出席するとか、演習問題のレポートを出すとか、講義動画を見るとか、授業の中で演習に取り組むとかってことをしても、この成績の基準としている点には全く反映されません。ですか？だから成績が必要な人はこの2回のレポートちゃんと提出してくださいということになります。別の言い方すれば、この2回のレポートさえ提出してもらえれば、他何やってもらっても構わないということになります。よろしいでしょうか？はい。で、この行為の中ではですね、私がなぜか格言と呼ぶようなことがたまに出てきます。で、格言っていうのは、まあ、辞書を引いてみると、短い言葉で人生の真理や処世術などを述べ、教えや戒めとした言葉。石の上にも3年、沈黙は金など、金言。今、この2回のレポートについて相談してもいいですかっていうふうな質問ありましたけども、この2回のレポートに関する取り組み方については、この2回のレポートの中で説明します。で、今のところの考え、私の考えでは、相談してもらっても全く構いません。それから相談することを推奨します、どちらかというと。ただし、相談をした場合には必ずレポートの中に誰と相談したのかということをはっきりと書いてください。そうでないと、その似たレポートがあった時に、それがただ単に移されたものなのか、相談したためにそうなったのかということが私の中で判断がつかないので、はい、それは十分注意して、相談をすることが多いというか、相談してほしいと思ってます。もう相談しないと解けないと思ってますから、私、どちらかというと。相談してください。だから相談した場合には必ず相談した人、誰と相談したのかということをレポートの中に書いてもらう。というような気持ちで今はいます。で、細かいことは、このレポートの時に詳しく説明します。いいでしょうか？はい。それで、進みますと、先ほどの格言ですね。で、この講義では、格言っていうのは、講義内容とは直接関係ないかもしれないけども、私が重要だと思うことを、まあ、こういうその緑の箱に入れて説明します。で、まあ、一応、その単位取得や最短の道のりは、授業で演習問題を解くことだと思ってるので、まあ、面倒だったり、時間取られるかもしれませんけども、しっかり勉強したい人は、そういうふうにしてみてください。ということになります。はい。で、この授業は教科書はありません。で、参考書はいくつかあるんですけども、参考書にも書いてないこととかも話したりするので、まあ、参考書はまあ参考になるんですけども、まあ、参考書の中には、この授業で扱わないことも書いてあったり、この授業と重なることも書いてあったりしますので、まあ、参考にはなると思います。最近、このグラフやネットワークに関する本が増えてきて、まあ、ここに挙げてるのはもう10年ぐらい古いものしか挙げてないんですけども、まあ、ちょっと最近の本はですね、割となんか、どう言えばいいか、ちょっと今、言葉を選んだ。難しいですね。言葉を選んじゃったな。あ、そうです。まあ、いろんな本があるので、まあ、自分に合う本を探してみてください。で、ここら辺に書いてあるのは、おすすめの本だということになります。はい。ではですね、残りの時間は、まず、15分ぐらいで、どのような、ネットワークが世の中で見られるかってことをいろいろとご紹介するってことと、あとこの授業内演習問題をどのようにやるのかってことを説明したいんですけども、ちょっと私は一人で喋りすぎて45分ぐらい、疲れたので、ちょっとお茶を飲みながら休憩するので、じゃあ、2、3分休憩するので、2、3分の休憩の中で、ここまでのところのなんか質問があったら、チャットの方に流してもらうか、コメントスクリーンで流してもらうかして、ちょっと質問をちょっと受け付けたいと思いますので、じゃあ質問をお願いします。勝手に私に3分休憩します。
あとなんか、ここまで聞いて、生きて、この授業は、もう自分が受ける授業ではないなと思った方は、ここでもう離脱してしまって全く構わないです。ので、ぜひ、そういう方は、心置きなく離脱してください。なんか授業の要望とかも、コメントというか、コメントスクリーンとかチャットで書いてもらっても構わないです。何かありますか？はい。じゃあ、ですね。このネットワークの展覧会っていう、どういうネットワークが世の中に現れるのかっていう、あ、すいません。皆さん質問ありましたね。レポートはできるだけ早めに掲示して、読ませてほしいという意見はごもっとも。で、少なくとも、2週間は提出までに時間を取ろうと思ってます。はい。まあ、2週間は取ろうというか、2週間で提出してもらおうというふうな形を考えています。はい。だから2週間前に、2週間前までには、掲示して、2週間後ぐらいに、ぐらいか、2週間以上は、2週間は間を空けて提出してもらうと。提出申請が来るという形にしようと思っています。はい。他にいいですか？そうか、でもその2週間がオリンピックになってしまう可能性ありますけども、そうか、皆さんがオリンピックをどのように感じているのか分かるんですよね。オリンピックの期間中にレポートをやるっていうのは皆さんの中で許されますか？オリンピックの最中にレポート、何を言ってたの？オリンピックの最中にレポートを取り組むっていうのは許せると思う人と許せないと思う人、そのなんかジェスチャーかなって。構わないって人が多そうですね。全く問題ないです。ありがとうございます。ズームでアンケートを取る。ちょっと待ってね。ですね。投票を作るのはちょっとですね。パッとできないんで、じゃあ、ちょっと今からやりましたね。ああ、ちょっと待って、ね。投票できないかな。すみませんね。ちょっとなんか今なんか、うまくできるかな。今、投票作ってるんですけど、うまくできるかな。できて、投票、ちょっと待ってください。うまくできないの。どれを使えばいいんだろうな。これかな。ズームで手を挙げてもらうのは、わかりました。ただ、手を挙げてもらっても、そうか、あれですね。参加者、パーティシパンツのところで、皆さん手を挙げられます？じゃあ、オリンピックの、あ、そう、そんな感じで、オリンピックの最中にレポートやってもいいと思う人、手を挙げてもらっていいですか？数えられないですね。多いかな？あ、じゃあ一旦じゃあ手を下ろしてください。はい。じゃあ、オリンピックの最中はレポートやりたくないという人、手を挙げてください。特にないですね。なんか、いますね。よかったよかった。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、ですね。まあ、一人でもいるので、じゃあ、オリンピックの期間中には、レポートを出さないような形にしたいと思います。あるいは、じゃあ、オリンピックの期間も含めても、オリンピック以外の期間でちゃんと2週間取れるようにしましょう。そうやったら、どちらの方も大丈夫ですよね。はい。じゃあ、そうします。だから、オリンピック期間以外にもちゃんと2週間余裕があるようにしたいと思います。はい。ありがとうございます。じゃあですね、ネットワークの点の中の話をしていきます。時間がなくなったかもしれません。ちょっと駆け足なのかもしれませんけども。ですね。
間違った認識をはじめ書いてあって、現実世界にはたくさんネットワークが存在するっていうのが書かれ方をよくするんですけども、ネットワークっていうものが物理的に存在するってことはほぼないです。ほぼないです。で、どちらかというと、現実世界にはたくさんネットワークとみなせることが存在するっていうふうに、認識した方が正しい認識に近づきます。ネットワークというのが、物理的にですね、その形として存在しているわけじゃなくて、ネットワークに見なせるものが存在しているか、ネットワークとしてモデル化しているんだっていう見方が重要だと思います。で、グラフっていうのは、それを、そのネットワークっていうものを数学的に表す言葉になります。で、今からいくつか例をご紹介するんですけども、他の例もたくさんあるので、そういうものが今後の講義で出てきます。で、よくあるのはですね、こういうその路線図ですね。路線図というか、鉄道網。鉄道網。もう、また漢字が今日書けない。鉄道網ですね。で、網って言ってるのは、これはネットワークですね。網って言ってるのはネットワークですね。で、これは、名古屋の地下鉄の路線図なんですけども、なんでしょうね。今、まあ、こういうふうに、まあ、これ書いてある、これネットワーク、これもサブウェイネットワークって書いてあるんですけども、このですね、この名状線がこんなその楕円型に物理的に存在してるわけじゃなくて、これはその、まあ、こういうふうに、駅と駅が路線で繋がってますよってことを表してるだけなんですよね。で、この繋がり方が重要なんですよね。なんでかっていうと、この繋がり方を見れば、どこからどこに行くには、どこで乗り換えればいいかわかるから。例えば、名古屋駅から金山に行くんだったら、まあ、境で乗り換えて金山に行くとか、木曽や大王で乗り換えて金山に行くとか、まあ、いろいろとパターンがあるわけですけども、まあ、そういうのは、この路線図を見ればわかるということですよね。だから、まあ、そういうその乗り換えとかですね、の検索とかでもこういうような図、いわゆるグラフですね、まあ、使ったりするわけです。で、そういう時には、この駅が物理的にどこにあるのか、その緯度とか経度としてですね、どこにあるのかというのが重要じゃなくて、こういうその繋がり方が重要であるというふうにこう見なしているわけです。で、そういう考え方が、まあ、そういうその抽象化が重要になってくるということになります。これ路線図の話でした。で、こういうような、そのなんか、交通系の問題というか、事象については、割と、ネットワークがあって、これ道路ネットワークですね。これヨーロッパの、これ道路ですね。主な幹線というか、主な幹線という言語がおかしいですね。幹線ですね。まあ、こんな感じで張り巡らされて、ここ多分、これモスクワでしょうかね。ちょっと今、色が重なっていてわかんないですね。ここがモスクワでしょうね。ここモスクワでしょうかね。ここら、うん。ここら辺、ここら辺ロンドンとか、そんな感じでしょうかね。で、まあ、こういうふうに繋がっていると。で、だから、こういうものを使って、道路の中での、渋滞予測とか、あるいはその最短経路の検索とかっていうことをやっているということになるわけですね。輸送ネットワークでもありますね。これは、フェデックスですね、フェデックス。会社名出していいのかな。フェデックスの、2011年です。2011年の、ダイレクトレインズですね。輸送ネットワークですね。なんか、日本には、東京とか大阪とかあったりして、東京からアンカレッジが飛んでいって、アンカレッジ、これ、アンカレッジがあって、そこからメンフィスとか。ただ、こう見ると、なんか、メンフィスっていうのがアメリカにおいて、このフェデックスがわかんなくてですね、フェデックスっていうのは、大きな輸送会社ですね。メンフィスが拠点になっているということわかりますし、ヨーロッパではこのパリのシャルル・ド・ゴール空港が拠点になっているとわかりますね。で、ただ、アジアに多いですね、拠点が。まあ、こんな感じになっていると。で、これもまあ、ネットワークとみなしているわけですね。情報通信ネットワーク。これは皆さんに多分、馴染みは深いものだと思いますけども、あ、これ今、これサイネットって言ってて、学術情報ネットワークっていうのが日本中張り巡らされてるんですけども、まあ、これによって、大学とか研究機関の間の、情報通信が、賄われてるところになっています。まあ、これ以外にももちろん、各電話会社とかが、情報通信ネットワーク持ってるということになってるわけです。で、こういうものは、まあ、ネットワークの中では、すごく、よく研究されたりしているものになっているわけです。これはちょっと、経路が違うものなんですね。これ産業連関ネットワークっていうのがありますね。皆さん、産業連関表って聞いたことあります？書きますけども。何でしょうか。
ですね。まあ、インターネット検索してもらうと、産業連関表、これ出てきます。これに、日本でも、ちょっとどこの省だったか忘れてしまったんですけど、ちゃんと毎年かな、毎年ぐらい、この産業連関表で作られていて、いろんなその産業があるわけですね。建設業とか、農業とか、通信業とか、教育業とか、いろいろあるわけですけども、その、生産と支出がですね、だからいわゆるその B2B な関係ですね。その業種同士の、お金のやり取りっていうのがどれぐらいあるのかってことを、この表では書いてあります。で、それを元にすると、まあ、こういうような図ができて、これはアメリカかな？アメリカかどこかの図の、アメリカどこかの産業連関表を使って、その業種同士の関係を図で表したものになってます。で、それは産業連関ネットワークです。で、ここに、ね、コンストラクション、建設業があって、ここにモータービークル、自動車ですね。自動車の製造業があったりとか、ありますね。コーテクスタイルだから、繊維かな？ケミカル、化学業とか、こういうのがあったりして、で、これ、色はですね、いわゆるクラスタリングってやつで、この、ネットワークを作って、これクラスタリングをしてるんですよね。で、まあ、こういうような、まず、この図を作るところは、この産業連関表からうまく作る手法がいろいろと提案されてるんですけども、まあ、そういうのを作って、まあ、クラスタリングっていうのをすると、この業種がいくつかのクラスタに分かれると。ここら辺の、なんか赤っぽいクラスターと、緑っぽいクラスターと、青っぽいクラスター、こんな感じになってて、なんか真ん中のあたりにコンストラクション、ここら辺がホールセールとか、リペアとか、リテールトレードとかある方ですね。っていうふうな感じになって、ここにリアルエステート書いてあるという感じですね。で、これでこういう感じでその業種間の関係をネットワーク表現できるというようなものです。で、まあ産業円環表っていうのは、いわゆるマクロ経済とかですね、そういうところで出てくる、よく勉強されるとか、テーマになるものなんですけども、だからその経済とかでもこれ出てくるということです。それを紹介したかったということになります。次です。これ生物の例、食物網です。いわゆる食物網ですね。この場合の食物網、英語だとフードウェブと言ってます。皆さん、食物連鎖って言葉は聞いたことあるかもしれなくて、また漢字が書けないですね。連鎖。ここに書くと見えないかな？大丈夫か？見えますか？大丈夫ですか？あっと。食物連鎖。で、食物連鎖っていうのは、まあ、気分は、すいません。気分はなんかこういうふうに一列に並んでるような、なんかこう食物連鎖なんですけども、実際その生物界は、こういうふうになんかその、生物種がこう一列に並んでるわけじゃなくて、もっと複雑なネットワークを作ってるというふうに思われているわけです。植物からなんか菌とか小さな虫、に、栄養が行き渡って、それらを食べる、なんか、昆虫のようなものがいたり、それよりももっと大きな昆虫がいたりして、で、それをなんか、虫とか、動物が食べると。虫じゃないよ。鳥とか動物が食べると。というような感じで、もうすごくこの複雑な、ネットワークを作っているというふうに見なしているのは、このフードウェブ、食物網というわけですね。で、そうすると、例えば、何かその、なんかある、なんか化学物質が、地中の、に侵入して、なんかこの植物に影響を与えると、その影響がどのように波及していくのかってことが、こういうネットワークを見るとわかるということになるわけです。で、こういうところにも出てきます。ということです。はい。で、生物系ではですね、割とネットワークが出てきて、他にもこれ窒素循環。まあ、これもそうですね。その窒素の循環っていうのが、そのどのようにその自然界で行われているのか、これ書いてますけども、まあ、これもそのネットワークと、見えますね。ぐるぐる回っているというか分かると思います。こんな感じでぐるぐる回っていると。よく分かると思います。これ循環ですね。分子模型、これ化学の、これもですね、これグラフなんですね。グラフはネットワークなんですね。これはその一つ一つのこの分子を構成する原子のところが頂点、ノードになって、それらをなんか結ぶような結合、ボンドっていうのが、このグラフにおける辺とか枝になってるわけですよね。もちろんですね、分子っていうのは、このような形で、この、点とボンドっていうような形で存在するわけじゃなくて、このなんか点で書いてあるものが、本当はその原子の周りです。電子がこうぐるぐる回っている、なんか電子運のようなものがですね、こう、この原子を形作っていて、この原子がこの結合っていうのも、その電子運の重なりでですね、こんな風に、なんか目で見えるようなこの線でですね、実際この結ばれてるわけじゃなくて、そのなんかその電子のそのうやうやしたその
部分っていうのを、この線でモデル化してるんですよ。モデル化して、線だと見なしてるわけですよね。で、見なすことによって、まあ、こういう図が描かれて、まあ、それによって、このまあ分子構造とか、そういうものをうまくまあ表現するってことは昔から行われているわけです。で、まあ、こういうような表現をすることで、分子というものを、まあ、グラフだと見なすことで、いろんな解析とかが実際に行われたりしています。はい。次の例、これはコンピュータサイエンスの例ですけども、状態遷移ですね。皆さん、オートマトンについて勉強したことがあると思うんですけども、まあ、それはその、形式言語理論っていう授業を取っているか、あるいは論理回路の授業でも、こういう状態遷移図っていうのは、使っていると思います。で、まあ、これはいわゆるそのオートマトンの状態遷移図ですけども、まあ、こういうものは、グラフの典型的な例です。で、他にもよく現れるのは、このオブジェクトモデル図とか、皆さん、オブジェクト思考っていう、言葉を聞いたことがあるか、あるいは勉強したことがあるか、と思うんですけども、ですね、その、オブジェクト思考っていうのは、モデリング手法なんですね。で、その、モデリング手法を使って、プログラムするのが、まあ、オブジェクト思考プログラミングとかっていうふうに言われるものだと思うんですけども、そのモデル化するときに、こういうような図っていうのを、こういうような、こういうような図っていうのをよく使ったりします。で、まあ、いろんな図があって、オブジェクトモデル図っていうのがあるんですけども、これはいわゆるその継承関係とかっていうのを、まあ、表したりしているような感じですね。なんかもう、リストっていうクラスがあって、リストを継承して、リンクとリストというアレイリストがあるから、こんな感じですね。で、まあ、こういう図も、まあ、グラフでしょうと。グラフとして、こういうのを書いているということになるわけです。はい。でですね、グラフを使ってモデル化するっていうものの走りというか、一番初めになったと言われているのが、このオイラーの1135年の、考えで、このケーニヒスベルクの橋の問題というのがありました。で、このケーニヒスベルクっていうのはこれ町の名前で、町の名前ってこういう部分があったんですね。こういう部分があったって言い方に、こういう町の一部があったんですけど、どういうことかっていうと、まあこれ川がありまして、川の中にですね、これは何ですかね、中洲と言っていいのか、川の中の島ですね。川の中の島があって、あ、この右側これ島がどうかってわかんないですね。まあ川の中の島があって、で、ここにですね、橋がですね、1、2、3、4、5、6、7個あった。で、何を、問題、その橋の問題として通ったかというと、この下のところからですね、出発して、すべての橋を一回ずつ通って、元のところに戻れますかっていう、まあそういう、まあパズルのような問題を考えたわけです。考えたわけです。で、それを考えるときに、このオイラーは、まあグラフというものを使って考えたと。まあこんな感じですね。こういうその状況があったときに、これをこういうその右のような、まあ、グラフの問題としてモデル化したということになるわけです。で、まあ、それによって、その、こうモデル化することによって、このどう解けるのかってことを数学的に考えたっていうのが、オイラーがやったことで、まあ、これがそのグラフを使って問題解決の一番初めの例だというふうによく言われています。まあ、この問題を解くってことは、この授業ではしないんですけども、まあ、こういう例もあります。それを紹介しました。はい。で、もう一度始めにってことですね。間違った認識は現実世界にはたくさんの人が存在するっていうことで、それは正しい認識じゃなくて、正しくは現実世界にはたくさんネットワークと見なせることが存在する。今まで挙げてきた例っていうのも、その実際にその、グラフというもの自身が世界になるわけじゃなくて、そのふうに見なしてるんだっていう立場が重要です。で、こういうような例を今後講義では扱っていこうと思いますので、まあ、そのつもりでお楽しみにしていてくださいということになります。以上、よろしいでしょうか。何か、この中で質問とかありましたか？いいですか？じゃあですね、録画はここまで。